私は危ないということで、言葉を僕たちでふざけ合ってたくさん使っている気がします。最近なんかメロイって言葉メロイ、メロイ有名な、なんかそれは翔太郎さんだけ使ってる。あ、僕使ったことないです。翔太郎さん、目覚ましテレビをご覧の皆さん、せーの、おはようございます、ライスです。おはようございます、僕はライズのプラキオ・エントンです。おはようございます、僕はライズのビタミン・ソイです。おはようございます、ライズのウォンビンです。ごめんなさい、はいはい、ご覧になってる皆さん、おはようございます、めざましテレビをご覧になってる皆さん、ライジのんびんです。はい、おはようございます、ライジのイシです。おはようございます、ライズで長男タロミルクティーを担当している翔太郎です。よろしくお願いします。おはようございます、ライズのエナジー、ソンちゃんです。東京渋谷で大歓声を浴びたのは、デビューしてまだ5ヶ月も経っていないスーパールーキー、ライズ。去年9月に韓国でデビューし、いきなりミリオンセラーを記録。その後、各音楽アワードで4つの新人賞を獲得し、グラミー賞が発表した今年注目のアーティストには、K-POP ボーイズグループから唯一選出されたほど。先週配信されたばかりの最新曲、Love 119 ジャパニーズバージョン。振り付けはメンバーの翔太郎さんとウォンビンさんが担当。そのポイントはというと、 TikTok のチャレンジとかでもみんなが簡単に真似できて、なおかつかっこいい振り付けを作ろうっていうのを目標に2人で作りました。この119っていうポイントが生まれました。2人でなんかふと踊ってる時に、おこれ119どうみたいな感じで전화하는느낌だ。まだまだまだ、イマージェンシー、緊急電話の意味でもこれ生まれます。はい、なるほど。ミュージックビデオの撮影はオール日本ロケということで、印象に残ったことは、山の上の設置点で撮影をしたことが一番記憶に残っています。踏切を日本와서처음이렇게봤었는데、뭔가한국과는다른점이었던것같아서좀신기했던것같습니다。ところで、目覚ましテレビは朝早い番組ですが、メンバーの中で一番早起きな人と一番遅く起きる人は誰ですか？休みの日は僕が一番遅くに起きる。6時。あやばい。一番早く起きるメンバーは僕で、遅く起きるメンバーは翔太郎さん。いつもいつも。準備するのにすごい時間かかるタイプ。なんか香水をその。香水とか、なんかそんなリングとか暴露。楽しんでください。現在日本語を勉強中の彼ら、携帯画面を確認しながら日本語でメッセージを書くメンバーも。そんな彼らが最近よく使う日本語は？最近オス。あ、オス。オスと、あ、うん、アジャス。あ、マジャマジャ。オスカレス。兄貴。兄貴。でも、オディソペオス。え、アニメーション。私は危ないということで、言葉を僕たちでふざけ合ってたくさん使っている気がします。あ、アニメーションで、笑う。覚えた。あ、覚えた。日本に来た時とかに、道路で、前回でなんか僕に対して、あ、ヒョン、危ないですよ。危ないね。あ、まだまだ。なんかこんな感じで、危ない、使っています。最近、なんか、メロイって言葉。メロイ？メロイ有名な。なんか、インターネットでよくメロイって言葉を、なんか、なんだっけ？なんかメロメロス。あ、メロメロス。かっこいい、かっこいい、かっこいいっていう。え、それは翔太郎さんだけが使ってる？あ、僕使ったことないんですけど。最近知った言葉。モンビーさんとウンソクさんがよく
どっちが日本語を知ってるか対決するのどっちが知ってますか今は。正直日本語がちょっとできませんが面白い半分でメンバーたちと日本語でふざけやって、うん、いるので、まあ、日常的な会話程度はできます。本当に？本当に？多分私がもう上手です。じゃない。私がちょっと上手です。僕の先生はショタロさん。どっちが上手ですかね。似たもん同士どっちも似た感じあのグループ最年少ですがアントンさんから見てお兄さんたちを見て自分よりも弟だなと思うお兄さんもいますか。うーん、まだ同然かと読みます。弟みたいなメンバーは正直いません。もちろん時々お兄さんたちを可愛がって会いたい時もありますが、それでも僕が一番の万年だと思います。最後にダンスマシーンの翔太郎さんにめったに見られない得意のターンを無茶振り。ウォーミングアップができる。できる。4回初めてしました。やっぱり翔太郎さん一番点数。すごいですよね。素晴らしい。タップレイズ、タップレイズ。ふざけんな。シュタルさん。高い。